はい、今日はトミカのイスズエルフ車両運搬車初回特別仕様を開けていきます。はい、はい、これ乗った。座る。うまっ。お、降りた。下ろしたね。オレンジ色のやつ乗せてください。乗せて出発。はい、それも仲間。子供それちっちゃくない？もうだね、車ね。車だね、そうだね。車両運搬車にはね、じゃあサスペンションついてるの？ついてないね。ついてないね。じゃあちょっと見せてください。はい、はい、じゃあちょっと詳しく見ていこうかな。車両運搬車だから後ろにちょっと小さな車が乗ってます。ホイールとか細かく作られてるね。でボディ全体はプラスチックです。これが一番いいね。車両はイスズエルフだね。でトラックの正面から見るとここにイスズって書いてある、ね、でヘッドライトはシルバーの塗装です。でこのボディのベースはダイキャスターね。で後ろの荷台の部分はプラスチックになってます。で後ろのスロープが下がるんだね。でこれでブーンって降りれるね。ここは結構ザラザラしてて滑り止めみたいな感じになってて乗せやすいね。でタイヤはサスペンションはついてないね。はい、じゃあてるちゃんこれ、はい、てるちゃん何やったのこれ？屋上に3人人がいるの。じゃあこの車両をお家まで運んでください。はい、車両はスロープを下ろして車を下ろして駐車場に止まった。ちっちゃいね。じゃあその車ハンバーガー屋さんまで運ぼう。ピーピーピー、到着。お、下ろしたね。アンパンマン登場。いで。これ車のうちか。通常のトミカは乗せれるかな。お、お、乗った。やっぱりこのオレンジ色の車じゃないとダメだね。それ車両運搬車なの？ランボルギーニで運ぶの？わ、乗った。本当だ。大変。ランボルギーニに車が乗った。どう？お、乗った。パトカーにも乗せるの？本当だ、パトカーも車両運搬車だね。お、乗った。タクシーに、あ、乗るってそっちに乗るのか。乗れない。お客さんですか？違う。てちゃん今日いっぱい遊んだね。3人。てちゃんこれ3人ずっとここで見張ってるの。はい、じゃあ今日はこの車両運搬車を開けて遊びました。おしまいです。バイバイ。バイバイ。落ちた。